パートナーってどのポケモンだっけ。今回のサポートセットを選んでね。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。応援スキルは何にする？どこでバトルするか選んでね。緊張しないで、楽しんでいこう。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。相手の共鳴ゲージが増加したよ。サポートゲージが溜まっていないとサポートは呼べないよ。バースト中は強力なバーストダッシュを使うことができるよ。サポートゲージが決まったよ。残り時間は少ないよ。攻めるだけ今だね。よく手強い相手だね。次はサポートを変えるのも。前のラウンドは負けたけど、これで勝てば OK だよ。大家都是对这只比较熟悉的。
サポートで行く。私はいつも完全に。この後は変わった攻撃が多いね。今の攻撃はブロックができないよ。エネルギーを取ると、共鳴ゲージが溜まるよ。 AO!